県内の新型コロナウイルスの1日当たりの感染者は、19日日曜日におよそ2ヶ月ぶりに1桁となってから少ない状態が続いています。今月の感染者は、昨日までで合わせて621人となりました。入院は94人で、このうち重症は3人、病床使用率は14.8%で、自宅療養は30人となっています。 入院者数が100人を下回ったのは6月26日以来およそ3か月ぶりです一方県によりますと最新のスクリーニング検査で検査した124人全員が感染力の強いデルタ株の疑いがある L452R に感染していたことが分かりました内堀知事は感染の再拡大はいつ起きてもおかしくないとして 基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。そして2点目は